はい、こんにちは、インフラエンジニアのゆうたです。今日はですね、やっとですね、インフラ、インフラを勉強する動画サービスのサイトがですね、まあ第一段階一応完成しましたので、完成して一応サービスも、今さっき開始状態にしましたというところでサービス、開始でございます。はい、という動画です。はい、でちょっとこういうのやってみたかったんで、ね、よく見かけるんですけど、祝杯的な感じでちょっとお酒を買ってきました。僕はあんまお酒が飲めないので、なんだっけ、ゼロカロリーじゃなくてノンアルビールなんですけど、ちょっとこれを、いただきたいと思います。乾杯。いまいち、たまにこれ買うんですけど、美味しいのか美味しくないのかよくわからないですよね。冷たければ美味しいんですかね。まあそれは全然いいんですけども、早速ですね、早速っていうか、内容をちょっと、ご説明させていただければなと思います。で、サイトの URL とかですね、下の概要欄のところに、貼らせていただきますので、実際の実物はそっちを見ていただければなと思います。で、とりあえず概要というか、説明していきますね。で、そのインフラの動画っていうとあれなんですけど、Linux サーバーと Windows サーバーの機能だったり、あとは基本的な操作であったり、各種いろんなサーバーですねっていうのを、それぞれ正立てして作ってます。で、一応60コンテンツあります。ちょっと細かいうちはあれなんですけど、だいたい五分ですね。Linux サーバー30個、Windows サーバー30個、そのぐらいの、量になってます。で、それぞれですね、基本編、応用編、構築編というふうに、分かれております。で、基本編、応用編は、ちょっと、これ分けなくてもよかったんですけど、なんか便宜上分けちゃってですね、操作、インストールとか操作だったり、主要な機能ですねっていうのを、やってます。で、構築編っていうのでいろんなサーバーを立てるっていうのを、デモンストレーションしているので、それを見ながら作っていただくという感じになります。で、先にですね、値段を言います。月額3480円です。はい、ちょっと値段の設定ですね、前からずっとこれ始めるときからもちろん考えてたんですけれども、とりあえず月額にしようっていうのは決めてました。で、そうですね、3480円、妥当かなと、思いますが、どうでしょうかね。あんまり、安くしすぎてですね、薄利多売にするつもりは、ないっていうのがちょっと気持ち的にありまして、で、このコンテンツの他にもこれにですね、有料会員というか、これ登録していただくとですね、 LINE アットの ID がメールで届きます。で、それを友達登録していただくとですね、僕の LINE、LINE アットのLINE アットのアカウントを
と、まあ、つながることができてですね、そこ上でそれであのやり取りをさせていただきたいと思ってます。で、まあ、主にですね、まあ、このコンテンツをやっていく中で不明点があれば、まあ、とりあえず質問していただければなというふうに思ってます。で、本当にそのなんていうんですかね、あの遠慮せずに質問していただければなというふうにちょっと思っております。で、僕も、あるんですけれども、まあ、その分かんないところが分かんないっていうのがあると思うんですよね、うん、っていうところとかもですね、まあ、とりあえずそのなんていうんですかね、あのまあこれなんですけど分かんないところが分かんないと言っていただければ、あのいろいろこの応答していく中で何かあの見つかるかもしれませんので、まあ、そういうようなあのところからあのもちろん質問していただいても大丈夫です、というところです。で、まあ、起きている間はですね、まあ、あのなるはやで返信をさせていただきたいと思っておりますので、あのよろしくお願いします。はい、ですね。で、あとなんで、すみません、今言ったことちょっと途中まで整理させていただきますと、まあ、60コンテンツですと。で、3480円月。で、これはあのクレカで、あのペイパルでですね、あの決済をしていただくっていう形になります。はい。で、あと、まあ、LINE で、あの、質問し放題っていうところと、っていうところですね。で、あとは、今、あのですね、見てもらうと分かるんですけれども、あの、リンクがないところがまだあると思うんですね。っていうのは、あの、後々、追加予定のコンテンツとして、とりあえず枠だけ作っている感じになります。で、まあ、あの他にもいろいろ作りたいなっていうふうなものもあったりするので、それも随時追加していきたいと思っておりますので、あの今後どんどん、増えていきます。はい。といったところでしょうか。で、あれですね、この登録の仕方とかですね、まあ、サイトの方見ていただければ分かるんですけども、ちょっと面倒くさくてですね、あのまず無料会員になっていただく必要があるんですね。会員登録していただいてから、あの有料会員にアップデートしてもらうっていう、でその有料会員アップデートするときに PayPal の決済が必要というような形になってます。という感じですかね。なので、そういう感じですね、というところでですね、ぜひよろしくお願いします。はい、ではご視聴ありがとうございました。また見てください。バイ。